サングラスをかけてる外国人はたくさんいます、います、ということを今日話題にしようと思って2人で動画を撮りたいと思います。マギシです。マギシです。そしてマギです。まあまず最初にあの外国人と日本人の、うん、目ってちょっと違うんじゃないですか。目見よう。うちの目とマリの目違うね。マリの目、あ、黒くない。何色？何色なんだろう。ブルー。ちょっと待って。ブルーだよね。あ、すごい綺麗。すげえ。ブルーだ、ブルーだ。で、ブルーの目は何が違うかっていうとね。何が違うかっていうと、なんかその夏になると光に弱いんだよね、うんうんうん、光に弱いからどうなるかというとね、うん、眩しくって太陽がもう眩しくって、うん、でそしたらあのサングラスをかけないと、うん、なんかね眩しくって見えないんだよね、うんうん、だからおしゃれだからみんなサングラスやってるんじゃなくて眩しいからみんなサングラスをかけてるんだよね、うん、知らなかった。あとなんかね、うん、やっぱりね、うん、と運転するとあのそこもサングラスをかけないと見づらいんだよね。危ない危ないね、うん、事故にあっちゃうかもしれないってことでしょ、うん、そうだからかけないといけないんだよね、うん、日本でもささすが運転してる時サングラスかける人いる、うん、かける人も、うん、あれたまにちょっといるんじゃないかな、うん、でもやっぱり日本人とかアジア人は目がもう黒いから、うん、あのヨーロッパとか目がもう目の色素がこうなんていうのかな淡い色の人たちよりも、うん、あの光には強いみたい。ああ、うん、そう。でもヨーロッパってもうバカンスの季節とか旅行するとみんなサングラスしてるじゃん、うん、そうほとんどね。そうでも日本人はあんまりそこまでいらない、うん、そうなんかむしろなんか日本人の友達こうサングラスをかけるとなんか、うん、なんかファッションだね、うんうん、そうおしゃれ、うん、でなんかその、まあ、サングラス目もそうなんだけど、うんうん、あとなんかコンタクトも違うんだよね、うん、日本人ってなんかすごいなんか青色とかなんかいろんななんかカラコンいっぱいある、うん、カラコンある、うん、黒目を大きくするのもあるしカラフルなコンタクトレンズはすごいいっぱいある。みんなしてる。若い女の子とかしてるよね。なんかドイツはそこまでなんかカラコンって流行ってないんだよね、うん、あのコスプレが好きなドイツの女性だったら、うん、それなんか変わってる猫のやつとか、うん、なんかそういうのはあのあとねゴシックルリタって知ってる？わ、うん、かるわかる。でそれが好きなドイツの女性もいるんだよね、うんうん、でそうするとそのために真っ黒なカラコンを入れるとか、うん、あとなんかすごい面白かったのが中学生の時に、うん、あの友達一人が、うん、そういうあのファッションに流行っなんか流行ったっていうか、うん、ハマってて、うん、そして英語の授業に、うん、そのなんか、ね、猫みたいな色のカラコンを、まあ、学校の中でやったら、うん、すごいなんか英語の先生になんか、うん、あなたちょっと見るのめんどくさいからちょっとこれ、うんうん、やめてよって言われたらしくてやだよやだよっていうのがすごい思ってる、細いやつでしょシュッて。そう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 。ちょっと怖い、ね、そうでもなんか、うん、彼女から言われると別に先生と話したからなんか仏よみたいな感じで、そう日本だったらそういうカラコンできないよね、うん、授業中。そうだね。てかやる人いないかも。猫みたいなカラコンだったらハロウィンの時とか、うん、コスプレの時に使うくらい、うんうん、でそうだね、うん、でドイツは学校とかだったら普通に、うん、あの化粧が OK だから、うん、そうカラコンをつけても、でも日本だとそれなんか本当なんかみんな隠さないといけないんだよね、うん、そうだね、うん、あの学校を通ってる子は、まあ、大学より前ね高校とかは結構カラコン NG のとこも多いから、うん、先生にバレないようなちょっとナチュラルなコンタクトをすることが多いみたい。へえ、じゃあ化粧するとなるともうみんな秘密で結晶してるってこと、こうバレないように結晶するって、そう、校則に引っかからないようなお化粧っていうのがあって、うん、そういうのを頑張ってやってる子もいる、うんうん、どういうさあのメイクが日本で今流行ってるの、うん、今ね
結構やっぱり日本人の子ってメイクアップすごい夢中になるし、メイク雑誌もすごいいっぱいあって、テクニックも超細かいんだけど、今は結構韓国の女の子のメイクが流行ってると思う。韓国、うん、なんか韓国って、うん、あの日本と近いじゃん、うん、近い。でもなんかやっぱり文化って全然違う。だからそのなんかファッションとかもそうだし、うん、メイクもそうなんだけど、うん、でもうちも韓国人の友達って結構女性はやっぱりすごいお化粧に、うん、厳しい厳しい、うん、すごい厳しい。上手、すごい頑張ってる。もうなんか韓国に遊びに行ったら友達の家に泊まって、うん、朝友達必ずうちの顔をこう化粧してくれてて、すごい。だから韓国はあの化粧しないとなんか外出るなみたいな感じで、あ、そっか、うん、ごめん分かった、はいっつってこう化粧品なんかいろいろくれてて、うん、使い方よく分かってないけどでもなんか普通に友達こうやって化粧してくれて、それはそれ楽しかった。そうだね、でもなんか韓国本当に、うん、あと日本だったらあの東京、うん、でも韓国の化粧品って売ってるよね、うん、いっぱい売ってる、うん、原宿の竹下通りは韓国のメイクショップ結構増えた。うん、あとなんか宝の馬場の次の駅、あの新大久保、うん、そう、そこもなんかいっぱいあるよね、うん、いっぱい売ってる流行ってるね。そうね、うんうん、韓国のなんかファッションは日本と比べて違う？違う。韓国の女の子の方がもっとセクシーな感じかなと思う。なんかボディラインが分かるような、へデニム、ジーンズ履くとしても、うん、日本だと結構ダボダボなの履いたりする子も多い、いたりするけど、韓国は結構スキニーデニムだったりとか、あとショートパンツとか履いたりとか、うん、ちょっとなんかボディラインが分かるような感じのが多いような気がする、うん、だからやっぱりあの日本人と韓国人の違いってやっぱ服とメイクで分かるよね。分かる分かる、うん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 、違う違う、全然違う。だうちもなんか例えばさ、飛行機でドイツ人のグループが降りたか、フランス人のグループが降りた、そのなんか服とファッションで、うんうん、多分フランス人、イタリア人の中だったらドイツ人が一番ダサい。そうなんだ。そう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 。あとでもなんか韓国ってみんななんか整形するイメージあるけど、日本って整形はどう、どうかな。ね、多分流行ってると思うけど、でも日本が他の、まあ、アジアの国とか中国とか韓国と違うのは、整形をしても隠すことだと思う。秘密にしてる。そう、うちなんか中国人の友達だったら普通になんかその親からこうプレゼントでもらって、うん、目にはちょっとやったよって言われて、うん、あ、そっか、そうなんだってこう中国人の友達はすごいオープンで、うん、でもなんか周り日本人の友達からこう整形しましたよっていうのは一回も聞いたことないんだよね、うん、だからやっぱみんな隠してるんだね。多分隠してると思う、隠す人が多いと思う。うん、うんでも韓国の子も結構有効は多い気がする。やりましたって女優さんとかもそういう人がいたりするからね、うん、日本でもなんかそういう女優さんって、うん、する、うん、してるけど、でもやっぱり言わない人が多い。うん、あと細かくちょっとずつしたりするかもね。ああ、うん、でそういうなんか整形についてなんかブログとかでなんか、うん、そう、私書いてて、なんだろうな、整形するのは全然個人の自由だからいいと思ってるんだけど、でもそれにしてもやっぱり日本に生きてるとなんかね、美人の基準がちょっと狭くて、このエリアに顔とか見た目がハマってないと、もう美人じゃないって思って自分のことを嫌いになっちゃう人がとっても多いから、もっと美っていろいろあるよって言いたくてめっちゃ音聞こえる、ね、めっちゃ見えてる、いろんな多様性があるよって言いたくてブログを書いています。そう、うん、なんかやっぱりそこはね、あのやってもやなくてもいいと思うんだけど、うん、でもなんか韓国とかだとなんかこう就活のために美しくなった方が内定もらいやすいから、うん、こうね、大学を卒業する前に整形しましたとか、うん、そういうのはやっぱ悲しいよね。そうだね、うん、日本の社長さんブースでもさ
対応しようよ、本当に。そうだよ、そんな仕事に関係なくない、うん、仕事に関係ないもん、うん、そうだよ ね、 うう、うん、ね、なんか普通にさ、こうなんていうの、クリーンでさ、なんかシンプルだったらもうよくない？そう普通にお風呂とかたまに入って、たまになんか人によってさ、シャンプーの回数違うじゃん。そうでも普通に綺麗にさして、シンプルな服着ててさ、ね、したらいいじゃんね。でもやっぱりそうじゃなくて、自分が綺麗だな、一番だなと思って、モデルになりたいと思うって考えたことありますか？そういうアグレッシブな人も中にはいるから、うん、モデルって仕事も世の中にはあるし、やりたい人もいると思うんだけど、私は元モデルマネージャーだったから、モデルになる方法っていうブログも書いてやってます。で、ブログ YouTube もやってます。なので、もしそのどうやってモデルになれるかっていうのを気になったら、はい、ここに貼ってくる動画をよかったら見てきてください。ベストネスマイチュー。